接種が進む新型コロナワクチン。ちょっとチカッとしますね。福岡県内では2回目までの接種を終えた人がおととい時点で全人口のおよそ半数となる 49.46% に達しています。こうした中、先週厚労省の専門家部会で2回目の接種を終えてから8ヶ月以上経った人を対象に3回目の接種を実施する方針が決まりました。2回目の接種を終えてから半年が経つと感染を防ぐ中和抗体の量が4分の1以下に減少するという研究結果も出ていて、海外ではすでに3回目の接種、いわゆるブースター接種が始まっています。ただワクチンの専門家は3回目の接種を急ぐ必要はないと話します。重症化を防ぐ効果に関してはたとえ半年経とうと8ヶ月経とうと1年経とうと結構しっかり残っている可能性が高いというところにあります。どうしても感染自体は抗体価が下がると起こってしまう、ブレイクスルー感染は起こりますけれども、そのほとんどは無症状か、風邪程度の軽い症状であって命に関わることはもう極めて稀だということはもうこれもいろんなところでのデータで分かっていますので。副反応も気になります。海外では3回目の接種後の副反応についてファイザーのワクチンでは2回目の接種に比べて頻度は同程度もしくは低い、モデルナでは許容できる範囲だった、副反応の過半数は軽度か中等度だった、アストラゼネカでは1回目の接種後より少なかったと報告されています。また3回目の接種では1回目、2回目とは異なるワクチンを打つ交差接種についても検討が進められています。今回一番よく使われてきたファイザー、モデルナのこのメッセンジャー RNA ワクチンは何もないところから強力な免疫を作るのに非常に有効だった。一旦できてしまったその免疫を維持するためにちょっと薄れかけたところをまた復習の機会を与えてちゃんとまた強化をするという目的であればそこまで強力なワクチンじゃなくても十分に役を果たせる可能性はあると思います。国内では今年2月から医療従事者への先行接種が始まり、その後重症化リスクの高い高齢者へ優先的に接種してきました。ただ3回目については現時点で具体的な時期や対象は決まっていません。森内教授は子どもへの追加接種については慎重な検討が必要だと話します。健康な若者、健康な子どもっていうのは新型コロナによるリスク、かかった時に重症化するリスクは非常に低い、そういう人たちに対してワクチン接種をすごく急ぐ理由というのは私はないと思っていますので、少なくとも現時点でそこまで先を読む必要はないのかなと思っています。